本日は打撃が一切禁止になっております、小手、キック、もちろん、頭突き、すべての打撃行為が禁止になっております、スープレックス、バスター、叩きつける行為、などは OK になっておりますが、ロープ、コーナーに叩きつける行為は禁止となっております。ロープエスケープ、ダウンカウントなどは一切ありません。プロレスを見ていたら、最初のレスリング、すごい面白いな、もっと見たいなと思うときが、お客さんからよく言われることがあります。自分でも、もっとやりたいなと思うのに、急にこっちだけ金髪の人とかですね、場外に相手投げ出したりして、もっとレスリングしたいなと思うとき、させてくれないときがあります。だから今日は、最初から最後まで、ずっとレスリングしますんで、ぜひ皆さん、おのおの楽しみ方結構ですんで、プロレスラーの熱い戦いを楽しんでください。よろしくお願いします。ネワザのフェストーナメント参戦いたします4選手でございます、紹介していきたいと思います。まずは一番左青コーナー側から松本貴俊選手。そしてロッキー田村選手。和田拓也選手。桜井龍太選手でございます。それでは、じゃあ全員一気に開封ということでよろしいでしょうか。はい、それでは開封お願いします。あ、決まりました。第2試合、1回戦、桜井龍太対和田拓也。そして第3試合、1回戦、ロッキー川村対松本貴俊。メインはレフリーが走っていた方が勝ちなんですけども、藤原さんと高橋さんが双方がやりたいって言ってるのを止める方法を僕は知りません。これはハードヒットの本戦じゃなくて、二人がいいって言うまで一本勝負で、京平さんがレフリーで、レフリー大丈夫ですか？止めないぞ。あれ？いいって、いい、オッケー、高橋さん大丈夫ですか？オッケー。
では、2人が1分まで、お勝負です。